ハイオクなんぼこれ。160。ここハイオクがクレジットで160円。160円やん、やっぱり。1000円だけ入れよう。ハイオクで160円は安いな。立山連峰が見えてまいりました。なんかこうやって見るとすげえ富山感あるよな。でも富山の山ってもっと高かったからね。富山とかやっぱり雪国ってバイク乗り少数派やからね、関西よりもさらに、関西よりもさらにマイノリティな存在やから、すげえ立場弱い感じするよね。岐阜とか、まあ、雪国のバイク乗りって基本的に肩身狭いというか、まあ、車に舐められやすいので結構な危険な思いすること多いんですよね。実際福井県でも変な車おったな、急に横から出てきて合流しようとする、かぶせてくる、こう横からこの右折して巻き込まれそうになったことある。あんなん関西ではなかなかないぞ。さあジェットコースターです。和歌山県が誇るジェットコースター道路、ここを時速200キロで駆け抜けたいですね。衝動に駆られますね。風強いけどめちゃめちゃなんかもう春って感じ。春だねこれ。そしてやっぱりたまに乗るとめちゃめちゃいいな、このバイク。今日は箱も何も積んでないから非常に身軽。まあバックパックは背負ってるけど、なので非常に軽快ですね。軽快だとバイクはこんなにも楽しいのかということを実感しますね。やっぱりいろいろ荷物積んで走るのもできるけど、やっぱりバイクの楽しみをスポイルしてるってことやな。バイクの楽しみを存分に味わうにはやっぱり身軽で乗るというのが一番ですね。そっちの方がやっぱり安全性も高いしね、重心も壊れにくいし。重心壊れるってどういうことや。重心崩れにくいしね。これはいけんのかね。行ってみる価値ありますぜ。めちゃめちゃやばそうなとこやけど、あ、ただのあれか、高架道路か。でもなんかすごい犯罪の匂いするよな、ここ。まあ人口少ないから、けどこれ都会にあったらめっちゃなんか犯罪多発地帯って感じ。ゲームみたいじゃねえ、ここ。調子乗って飛ばしたら対向車とぶつかりそうやもん。おっ、あ、いや今のとこはジャンプするな多分。あ、ちょっとジャンプしますねこれ。日本も高齢化社会になってきてバカするやつが減ったから、ああいう事故起きないよね。なんか無茶して飛ばしてみたいな事故もほとんどなくなりました。逆に、まあ、踏み間違いとかで事故ることはなくあったけど。うわ、めちゃめちゃいい天気やな、まあ、雲は多少あるけど、なんか鱗雲なんこれ。変な雲やな。まあでも久しぶりにこういうことできてよかった。